はいどうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。今回はね、プニプニ7周年記念イベント、はい、こちらをねやっていきたいと思います。一応ね、ゴルフなのかな、はい、ということでマップのゴルフはね、エンマが奥に行っちゃったからエンマがボスかな、はい、まあ一応ねいろいろこうコメントとか、今回隠しステージないのかな、一応ね隠しステージ開放していきたいと思うんですが、とりあえず最初のプニプニ祭りの間には、あ違った、曲がって曲がって、あボスいっぱいいるんだね、あいるねボスね、なんかまたあれかな、おはじきっていうかあれのレベルいくつかなかもしんないけど、一応ね隠しステージ開放していきたいと思うんでよろしくお願いします。ボスがいっぱいいそうですね、はい、まあじゃあこんな感じでねやっていきましょう。カチカチかな、はい、ゴクオロチね4回勝利で隠しステージ開放になります。今回はよいしょ、1個目はね工場長になります。はい、そしたらねやっていきましょう。工場長、SSS の方ですよね、超覚醒の方です、まあ、これは持ってっからな。うん、いいね、ドーナツ返してもらいましたね。はい、というわけでね、隠しステージ1は、超覚醒工場長でした。はい、隠されたねステージが解放されました。ゴクオロチに5回勝利で、達成です。超プニプニ祭りですね。ということで、おお、ボグブシニャンだ。なんか今回の妖怪たちはここのご褒美妖怪たちですね。ってことは6は関東つかな。はい、そしたら蝶の方のね隠しステージ行きましょう。ブシニャンです。極ブシニャンは今ね一応とつってあるんで限界突破ね目指せますね。一応その SSS ミッション、ただ SSS だけ攻略って結構簡単なんだよな。ただ極ブシニャンねすごい連発しやすいので活躍してますね。打ってあげたいところだが、まあいいや、さよなら。今回ドロップしやすいといいけどな。はい、という感じで極武士ニャンも突破しました。これがね5回ですね、極オロチね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、6ね、ウレントさんにめっちゃ削ってもらっちゃった。これは6なんですけど、これは元気ドリンクなしで行かせていただきます。これは本当バックスピンとかやめてほしいよね。はい、というわけでね、ありがとうございました。6行かせていただきます。私不思議が一番強いんで、不思議の方がよプリチより良かったですね。プリポカより。すごいな、
はい、というわけでね、隠されたステージが解放されました。達成、ゴクオロチに祝6回勝利でした。隠しステージ解放です。ということで、はい、関東でしたね。で、前も言いましたが、勝利ご褒美のね、これと同じなんですね。はい、というわけで関東でした。はい、そしたらね、5区の方のプニプニ祭り行きましょう。関東ね、関東については前はボスだったよね。だからひょっとしてこいつだけ強いかも。これ ZZ じゃなかったっけ。あ、 Z か。あ、しかも持ってないっすね。はい、これゲットは嬉しいな。今ちょっとヒットポイント見なかったけど、これね、妖怪三国志だとね、当時は強キャラだったな。強くなかったな。あ、ゲットできなかったな。まあね、はい、ゲットできませんでしたが、消費札ね、ゲットで、まあいっかな。うん、ここでね、工場長、あ、まあまあいっか、工場長周回しないね。で、国武士にゃん、これは限界突破、いいね。そして関突ね、関突は初ゲットですね。はい、という感じで、なんかでももったいないな。うん、違う妖怪にしてほしかったけど、まあいいかね。ということで暴走委員長、関突友達になりました。まあちょっと最初の1個の方がね、ドロップしやすいんで、ちょっと限界突破 したい人にはもったいないと思うけどね。まあ私は多分周回苦手なんで厳しいかな。一応軽くね、今回の妖怪さんたちは、極武士にゃん、あ、もういるんだな。極武士にゃんは選ばれた妖怪プニを消して攻撃後自身がフルだから、結構ね SSS のミッションで私使う。当時強くしてたな。私が初めて特攻なし3月買ったおはじき無課金攻略できた時の妖怪ですね。これは攻撃力アップだから、これもねイベントによっては使うんじゃないですかね。 SSS のミッション攻略とかね。はい、工場長。そして今回ゲットの関突、多分イベントボスだったんじゃないかと思うんだけど、はい、これね、前傾者のデカポに技ゲージ置くため、これカイラとかと一緒ですね。うん、いいやつですね。必殺技いいやつで、あ、ダブルスキルあるんだ。へえ。ただダブルスキル選べるコインが必要だ。これダメだ。はい、そんな感じで、ちょっと必殺見えせません。見れないけど、これは、まあでもこの必殺があると Z ランクのみミッションとか。いいかもしれないですね。今回ちょっとねミッション裏マップとかあるんでね。はい、じゃあ今回は隠しステージこんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、あのフレンドさんのおかげでちょっとずるく6まで行きましたね。はい、元気ドリンク順調に貯めて頑張りたいですね。はい、すいません。またお会いしましょう。さようなら。助けパワーもここまで来たね。1万5000まで来ましたね。